ミッカープロダクション。はい、皆さんどうもこんにちは、ミッカーです。ということで、今日もいろんな商品を紹介していこうと思って、ファミマにうろちょろうろちょろしてきました。ということでね、ファミマの中でうろちょろしてるとこんなものをね、見つけてしまったんです。驚きますよ、皆さん見てください、こちらです。ディリーンチュン、ドゥルドゥドゥルドゥドゥル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 ドゥドゥルドゥドゥルドゥドゥル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 ドゥドゥルドゥドゥル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 ドゥ皆さん、なんで紹介してくれなかったんですか。マジで俺びっくりしましたよ。俺こんなでっかいプリン初めて見て、俺てか俺本当に正直言うと、俺僕そのなんていうの、よくあるじゃん、プリンがあってカラメルが重要だと。もうあのね、色合い、もう見た目的からもうビューティフルだね。やっぱあれじゃないとプリンじゃねえっていうね方もいると思うんですけど、こちらね、カラメルがねないんですよ、この裏のとこに。っていうのも、こちらはですね、カラメル、こうしっかりカラメル風ということでね、このねカラメルはもうなんていうんです、中に織り交ざってるんですね。だからもうこのままでももうカラメルの味がするから、それ見た目とかはもう気にしず、もう俺はあの黄色いとこが好きなんです。あんまカラメルでもかかってても全然いいんですけど、その見た目的にも別にかけてもかけてなくても全然 OK。 もう色的、色はこの色、クリーム色、なんていうんですか、卵とクリームが混ざったこの色合いが好きなんですよ、皆さん。ということでね、今回こちらね、本当にびっくりした俺のプリン。でもね、本当に味はねまだ分かんないよ。やっぱでっかいからね、皆さん大味になっちゃうんじゃないかとかね、まあ、そういったことも不安ですよね。実際僕も思ってます。もうこんなでっけえのかな、どうせそれなりの想定内の普通の味しかなしねえと思うんですよ。だからな、まあ、今回食ってこういったねでっかい類がでどれほどのね味なのか、ね、実際食っていきたいと思います。やっぱりプリンって言ったらさ、プッチンプリンだよね。ってことはもうさ、皿に出すしかないんだよね、このまま食ったってね。ということでね、こちら丼持ってきました。どんぶり入れてね、食っていこうと思いますよ。それでは揚げていきます。やっぱね、これを言うのはね、上から取らないとね迫力が分かんないんですよ。ちょっとベタベタになるから、やっぱこういうのはね上からやらないと分かんないんですよ。見てください、このもう光った綺麗なフォルム、やばいっしょ。もう落ちそうだもん、こうやってだけで。ほらほらほら、もう傾いて、カメラ越しでもわかるこの美しい色。いいね、綺麗なクリーム色だね。ほら、もうお月様、もうお月様、もう三つ星です。よっしゃ、行くぜ、デカデカプッチンプリン。よっよっよっ、てかこれ空気がないと出ないか。あ、出た。おいおいおい、すごいでっか、見てこれ、ちょっとやばいやばい。ディディディーって、いやディディディーってつけとこ、ディディディーチュルルンって言いなのつけとくわ、ディディディーチュルルン。てなわけでね、こちら見てください、でっけえだろう、すげえな。もうちょっと光を当ててさ、ちょっと傾けるとさ、あれだ、危ないから、やばくないか。ちょっとやばい、こぼれるこぼれる、マジでカメラはねちょっと難しいんだけどね。やばい、あ、もうカラメルの匂いがする、すごい。じゃあいただこう。こんなんね、一人で食い切れませんよ。こうシェアするのもいいですね。これ大きいお皿に移してプリンシェアみたいな、そういった感じで食ってもいいんじゃないですかね。いただきます。うまい、うまい、うまいっすね、すごいうまいっすよ。うん、うまいっす、やばいっす。
最高ですね。このクリーミーさと、あとカラメル、やっぱ平らいとこなくてもちゃんと混ざってるんで、混ざってる分そのカラメルの味の偏りがないというか、ちょっと均等にうまさが分別してますね。ちょっとあんま食レポは俺向かないな、うん、でももううまい、でもうまい、うまいのは保証します。すごい、うーん、ビミス、ビビビミス。一口あげるよ、僕からだぜ。一口あげる、食べてみなって、美味しいから。あー、どうだい、恋人気分の味わ。はい、そんなね、適当なことやりつつもね、もう10分の1くらい食べ終わりました。10分の1かよってね、一人で何やってんだろうね、本当に、本当に思うね。まあね、これちょっと食い切れないんで、サランラップして、家族のみんなの後にね、あげたいと思います。一人じゃね、何せね、厳しいんでね。はい、ということで、こちら、私じゃね、俺のプリン、男らしいですね、俺のプリン、こちらですね、ファミリーマートにね、全然まだ 2,3 個余裕であったんで、もう多分全国に、多分皆さん知ってんのかな、僕は初めて見たんですけどね、皆さんは知ってたのかもしれませんね。ですがこれね、僕が食べてほんと美味しかったです。まだね、この俺のプリン食べたことないとかね、見たことないっていう人はぜひね、ファミリーマートに行けばあると思いますんで、ぜひね、皆さんご賞味あれ。はい、それでは皆さん、次回の動画でお会いいたしましょう。それでは See you next time、 バイバイ。うまい。ミカプロダクション。